サウサンプトン菅原くん、チームメイトに中学生みたいな日本語を教えてしまう。Going to miss you。菅原のあだ名が下ネタになっちゃった。は世界を救う。イメージ通りです、き、わら。名古屋弁で熱いっていう意味だから、大丈夫。チームメイトにとんでもない日本語教えてて、臭すぎる。外人と一番早く打ち解ける手段は、下ネタなんよな、わら。最初意思疎通取れなくてきついけど、案外こういう下ネタから、打ち解けて仲良くなれるんよね、わらわら。本当に下ネタって、世界共通で笑うし、世界を救えるんだ、わら。普通にアジア人差別かと思ってた。こういうの世界共通だし、自分の国でなんていうか教えたりするとコミュニケーションのきっかけになるからあるある。長里勇気がチームメイトに下ネタ教えてたの思い出した。乾杯って意味じゃないの。菅原おもろすぎだろ。